こんにちは、今井俊介です。ピアノの多田さと子です。ピアノの浜野隆之です。はい、この度初のソロ CD を9月28日2タイトル発売させていただくことになりました。もうね、ドキドキしてたんですよ。もう本当にあの CD を作りたいと思って、まあ漠然と考えていたんですけど、 CD を作るってこんなに大変なの、こんなに人の力がいっぱい必要なんだなというのを改めて痛感しているところでございます。ピアニストは先ほども紹介しました多田さと子さんと浜野隆之君で、2人のこのね、音楽のそのピアノの編曲、そして音質の違いも、楽しんでいただける今日収録の稽古、真っ只中なんですけど、はい、まずレディーファーストでどうでしたか？何回かリハーサルでね、させていただいたんですけれども、ね、いろいろその都度、やっぱり音楽だから新しく生まれ変わりつつ、どんどんこういいものになってきてるので、あの私自身もあの本番の録音が楽しみです。浜野君と、うん、そうですね。まあ、あの何回かね、一緒に演奏させていただいたことのある曲もあれば、まあ、今回初めて出すよっていう曲もあると思うんですけど、何度もやってたはずの曲でも、実はあれ、ここどうすればいいんだろうとか、新たに悩んだりとか、やっぱり音楽って面白いなと思いながら、悪戦苦闘しながらやっております。まあ、普段のコンサートの時もこうお互いのコミュニケーションをしながらこう曲は作っていくんですけど、もっとこうなんか細かいところまでこう突き詰めていこうとか、まあ、コンサートとは違う部分でこうどう、ね、音楽が成り立っていくかっていうのをこう考えるのも新しい、こうなんか新鮮で良かったね、うん、はい、そして、9月28日に、先駆けて先行発売というのをですね、9月16日 E プラスカフェというところで、行います。先行発売イベントですね。東京部門ですか、これ。東京、そうですね、渋谷にあります、はいはい、でこれはね、実はね、ジャケットを撮影した場所なんです。あ、素敵。ジャケットも見どころです、うん、そう、素敵なデザインなんですよ。いいんですよ、もう僕こんな顔してたんだなと思いながらこう、ね、見てあ、この芝増えたなとかちょっとここ修正してくんないかなとかって思って、いや、そこが素敵、色白にしてくんないかなって思って無理あるんですけど、はい、でもそのジャケットの撮影の場なので、あ、ここで撮ったんだなっていうのが、分かると思います。そして、その撮影中のメイキング映像、そして収録稽古とか収録中のメイキング映像とかでですね、こうプロジェクターで映しながら、皆さんと一緒にお話ししながら、そして曲も聴いていただくという、ちょっと、普段のコンサートとは違った、まあ、贅沢な空間って言ったら嬉しいですかね、うん、皆さんとこう雑談してる雰囲気になる、トーク&ライブになればいいなと思ってます。そして発売日と同時に9月28日は大阪梅田にあるファンタイムボニーラというところで、これもまた昼夜で、トーク&ライブあります、はい、また面白いお話ができたらなと思っておりますので、どうぞ、よろしくお願いします。ぜひ見に来てください。ありがとうございました。お待ちしてます。